セリーグ一勝団子状態。最下位ヤクルトは DeNA に逆転勝ち、阪神が首位広島に昨日強と勝つ、中日は普通に負けた。なんで最下位なんや。あれベース負けてる、さっきまで勝ってなかったっけ。セリーグ団子状態。よっしゃヤクルト勝ったわ。かもソフバンが突き抜けてるだけで他は大したことないやんけ。交流戦もスパでそんな差がない以上、背のレベルが低いとは必ずしも言えんはず。また同率とかとあらつばクローラブラブすぎだろ。ドラゴンズさんはずっともだわ。立浪和義さんは続投させたい役言。気づけばまたシート6差に戻ったんか。パリーグの1位と2位の差見たら全然追いつけそうよね。今世すげえな。どこが優勝するかマジでわからん。中日除く。首位から4位までが 2.5 差。圧縮なればなるほど巨人にもどんどんチャンス出るから今のセリーグ楽しいわ。阪神タイガースはここからやで。カード3連敗しようものならあっという間に奈落やな。ヤクルト打線普通に恐ろしいし、やっぱり今年のセリーグ全然わからんわこれ。